Me too. Me too. And Alicia really loves dinosaurs. That's Diego's sister. I do. I do. That one. That one. Yeah, that one. Right. That's called a Brachiosaurus. Brachiosaurus? Yeah. I like Brachiosaurus. You like Brachiosaurus? And some dinosaurs were really small. Which is the really small dinosaur? That one. That one's colorful. Yeah. Microraptor. Backpack. Wow, that is small. Do you know what kind of dinosaur this is? A T-Rex. Whoa, way to go, Haruka. I like T-Rex. T-Rex. You know good. You know a lot about dinosaurs. He's scared of the dinosaur bones. Oh. Baby jaguar. Oh. This one. This is called a Maiasaura. Can you say Maiasaura? I like that skeleton. Say Maiasaura. Let's say Maiasaura. Maiasaura. Very good. Hello! Thank you for watching ゆうかぴーか。こんにちは。今日もおすすめの DVD のお話です。娘が DVD を見ながら時々なんか答えてるんですけど、この DVD は質問をしてくるんですね、見てる人に対して。で、見てる子の対象は、だいたい娘3歳なんですけど、2歳ぐらいから反応が良かったですね。初めて見せたの1歳半、ちょうどカナダに行った時にお友達のうちで1ヶ月間ほぼ毎日見てて、その時はじーっと見てるだけだったんですけど、すごい親子で気に入ったので、私が気に入ったので、DVD をいくつか買って見てたら、音楽レベルが非常に高いなって気づいたんですね。声優さんが多分すごく歌が上手な人を選ばれてるのか、歌う人の歌が上手、それから作られてる音楽の質自体が非常にレベルが高くて、ハーモニーが美しかったり、2人で合唱したり、キャラクターがするんですけども、すっごい綺麗なメロディーだったりして、音楽のレベルが高いです。で、なので質問をしてきて、見てる人も答えたりできるので、簡単なコミュニケーションまでいかないんですけど、ぼーっと見てるというよりはクイズに答えなければっていう体制で参加できるので、親子で見ていたら一緒に答えたりできます。なので楽しいです。で、音楽のレベルですね。ということで、このおすすめの DVD なんですけど、一つが今見てるのは男の子向けで、 Go Diego Go。 男の子って結構ダイナソー、恐竜好きなんでね、恐竜ものがいっぱいありますね。これアマゾンで買ったんですけど、1500円ぐらいだったかな、大したことない。これ初めてこのGo Diego Go のシリーズを買ったんですけど、もともとはですね、このドーラですね、ドーラ the Explorer っていうんですけど、このドーラ the Explorer のシリーズで、この子が設定はヒスパニックの子なんですね。アメリカ人の女の子で、ヒスパニック系で、親の母国語がスペイン語なので、彼女もスペイン語と英語が話せるっていう設定で、アメリカにもね、カナダにもヒスパニック系の人めちゃくちゃ多いんですけど、そういう設定です。なので、時々オーラ、ヘローのスパニッシュですね、スペイン語オーラって言うんですけど、主役のドーラがオーラって言ったり、ちょこっとスペイン語の単語を使ったりして、すごい面白いです。なんで、なんとなく子供を見ていて、日本語以外の外国語は英語しか知らんというよりは、あ、スペイン語っていうのもあるんだとかね、
多文化とまで言わないですけど、日本語と英語しかないと思っている子さんもいるので、それは避けれるかなと思います。ぜひね、Amazon でだいたい1500円前後で買えたかな、はい、安いものだったら1000円ぐらいです。なので、ただ気をつけないといけない DVD が、マルチリージョンといいまして、日本の企画じゃないので、海外からこう直接買う場合は Amazon JP で普通に買えるんですけどね。このマルチリージョンのこういうプレイヤー、別に5000円ぐらいで買えるんでね、これ1個買っちゃえばもうマルチリージョンで どの国のものも大体買えるので、おすすめです。はい、ということで、私のおすすめ DVD、第2弾かな、 Go Diego Go、 これはまあ男の子向けに設定されてますけど、娘も気に入ってるので見てます。もともと買った理由は、私のお友達の4歳の男の子がちょっと英語離れてきたということで、ローラーの男の子版のこのディエゴだったらどうかなと思って、自分が試しに買ってみて内容をチェックしてから紹介しようかなと思ってて買いました。そしたら異例にも娘が気に入って1週間毎日見てます。で、1コマがだいたい20分なので、で 3 つぐらいストーリー入ってるので、今日はこの一コマねとかで20分で切り上げることもできますし、今日はちょっと私他にも用事したので2コマ目今見てるところです。なのでどうでしょうか、すごくおすすめです。 Go Diego Go、 あるいは、Dora the Explorer、 またいつかブログで詳しく書きます。すいません、なかなかやってません。 Thank you for watching. Bye. Can you sit up straight, please, Haka? But I don't see mine. Excellent.